はい、アンほのかです。では話を進めてみましょう。別の宇宙へ向ける特別なルート、これはこのマルチディメンショナルハンドルを一周することによりこれが登場します。え、宇宙を一周する？めちゃめちゃ遠いでしょ。はい、その通り。一周するなんてめちゃめちゃ遠いです。しかし10です。もし最大ワープを入れてみましょう。前の講義でやりましたように最大に見積もって宇宙が膨張できる最大の限界は light years です。これは10にいくつ数字がつくのか、最大ワープドライブは10の200乗までスピードが出せます。宇宙の最大の膨張できる限界がこれですから余裕ですね。したがって宇宙を一周するときは素早く最大ワープで移動してこのルートを導くわけです。一周はほぼ一瞬でできます。